やじゅう。かわいい。ガンダマン。疲れた。今ね、ちょっと僕ローソンに行ってきたんだ。どうしてかというと、じゃーん、グッズ付き劇場版仮面ライダービルドで書かれてるこの白い袋取りに行ってきたんだ。これはね、まあいいや、説明は後にして袋開けてみよう。さあ出してみるよ。せーの、えい、はい、じゃあ、あれあれ、全部グッズ、あ、出てきた出てきた。じゃーん、ロッピー限定仮面ライダービルドオリジナルグッズセット。これは仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルのロッピー限定のグッズ付きの前売り券を購入するともらえるっていうグッズなんだけど、まあその分のお金ももちろん払ってるんだけどね。やっとね、引き換えの時が来たんだよ。去年の12月ちょっと前かなに前売り券買って、それからずと待ってたので、仮面ライダーエグゼイロフルボトルなんだけど、あ、このピンクのやつね、これレベル2は限定の劇場版の前売り券買えば手に入るんだけど、僕はそれ取りに行く自信なかったからもうこれでいいかなと思って、レベル1バージョンこちらで手に入れることにしました。それでは一つずつ紹介していきましょう。まずはこちら、仮面ライダービルドオリジナルハンカチタオル、イエーイ。これはね、もうここでしか手に入らないからもう大事、使わないよ僕は、ずっと取っておくね。え、ほら、ラビットタンク、ラビットタンク、ラビットタンクって書いてあるね。かわいいね。裏側はこんな感じになっています。え、質感、あ、そうだね、開けてみよう。肌触りぼちぼちいいです。こういうハンカチタオルってさ、印刷部分が結構ザラザラしてるやつとかあると思うんだけど、安いやつとかね、これはザラザラしてません。ちゃんとふわふわしてます。裏側は吸水力抜群な感じがしてますね。タオルです。あ、気持ちいい、気持ちいい。あ、でこちらには仮面ライダービルドノットフォーセールって書いてます。あ、こんな感じでかけて寝ると僕だとお布団みたいな感じでちょうどいいかも。次はこちら、仮面ライダービルドオリジナルアクリルキーホルダー。とってもこれもかわいいね。スケスケだよ、この絵のついてないところはスケスケだよ。これどこかにつけよう。かなつけるわけないじゃん、大事だから。これも保存します、使いません。裏側はこうなってます、真っ白です。一応横から見るとこんな感じ、本当に透明だね。それでは最後に今回のメインですね、どうぞ。はい、こちらデラックスエグゼイドフルボトル仮面ライダーエグゼイドレベル1バージョン。あー、これが欲しくて欲しくてたまんなかったんだよ、嬉しいな。それじゃあまずはいろんな方向から見てみよう。普通のフルボトルと違ってここがこうね、だん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 ってなってるんだね。でこれは仮面ライダーエグジェイドって書いてて、エグジェイドさんのレベル1の絵がついてるね。でここ蓋の部分はエグジェイドの E 書いてあります。中のパーツはちゃんと触れるようになってます。じゃあビルドドライバーにセットしてみようか。音声は確認するまでもないのはわかるけど、一応確認していきましょう。説明書です。まずエグジェイドって1個だけでこれなるんだよ、すごいよね。でレバーをくるくる回して、 Are you ready? マイティジャンプ、マイティキック、マイティマイティアクション X です。必殺技はベストマッチじゃない時の必殺技と同じボルテックアタックでした。はあ、もうこれ最高、もう大好き、このフルボトル大好き。3月になるとプレミアムバンダイからこのレジェンドライダーのフルボトル発売になるんだよね。そのフルボトルとこのエグジェイドさんのフルボトルもベストマッチさせたら
楽しみだね。早く来ないかな。3月って書いてるけど、いつなんですか？プレミアムバンダイさん、いつ送ってくれるんですか？はぁ、あ。以上で仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルのグッズ付き前売り券のグッズ紹介しました。これ来るのほんと待ってたんだけど、もう最高だよね。ビルドさん、ビルドさん、エグデイドさん、はあ、グッズ付き前売り券買ってよかった。それじゃあ今日も最後まで見てくれてありがとう。また見てね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。